ない。な、ここにもない。やっぱりない。おかしいな。おーい、お前どこだ。おーい、コーヒーカップを知らないか。いつものところにあるでしょ。いや、それがないんだよ。まさか、そんなはずは。ああ、そうだわ。この前、お母さんが来た時に割ってしまったんだわ。なんだって？それじゃあ、今日来るお客様の分がないじゃないか。大丈夫よ。マモンさ、魔法は使わないって約束したろ。ごめんなさい。でもこれで今夜のパーティーのカップは足りるわね。ああ、100回分はね。彼の名前はマモン。ごく普通の彼と少し普通じゃない奥様はごく普通の結婚をしました。でも最も違っていたのは奥様もマモだったのです。いいかい、今日来るお客さんは君が魔女だなんて知らないんだから、絶対魔法は使わないでくれよ。分かってるわ。絶対使わないって約束する。それでこそ自慢の奥さんだ。ああ、でも私が魔法使いだって知っている人も一人だけ来るわよ。まさかそんな人いるわけないだろ。マモドラよ。マモドラ、君のお母さん？どうして呼んだんだ？だって来たいって言ったから。それは大変なことになるぞ。何が大変だって？お母さん。ああ、いや、何でもないんです。あ、そう。ところでマモンさ、何をやっているの？お料理よ。そんなもの魔法を使えば一発よ。中華、イタリアン、タコパ、なんでもない日。お母さん、お料理は自分で作るんだから手を出さないで。そうですよ、お客様はマモンさんの手料理を期待してくるんですから。そうかい、せっかく美味しいんだけどね。うん？そのお茶以外は。もうお母さん、いい加減にしてよ。ああ、そうだマモンさん、今日みんなの前で見せるダンスの練習をしないと。そうね、パーティーに出し物は欠かせないものね。さあ、あっちの部屋で練習しよう。出し物なんて魔法を使えば簡単だって言うのに。例えばこんなのはどう？ちょっと早く着きすぎちゃったかしらね。出てくださる？はいはい。ごめんなさい、少しばかり早く。どうしたんですか？お母さん一体何が？さあ。マモ大丈夫？なんとか。本当に人間っていうのはやわな生き物だね。お母さんのせいでしょ。あれ、他にもお客さんお呼びしたかしら。僕が出るよ。すいません。なんでしょう。先ほどこの家に人が入った直後に何か悲鳴が聞こえたと報告を受けたのですが。あ、あ、えっ、ー、と
少し大きな音でテレビを見ていたので、すぐに音量を下げますね。少し中を調べさせてもらいますね。あ、警官さん、今はパーティー中でみんな楽しくお食事しているんですよ。はあ、警官さん、どうしましょう。あたしゃ知らないよ。あ、お母さん、もう仕方ないわね。これでよしっと。どなたもいらっしゃらないようですが。あ、いや、そんなはずは。こんにちは、警官さん。今日もご苦労様です。これはマダム、お変わりないですかな。ええ、もちろん。素敵なパーティーですわ。そうですか。さあさあ、異常がないことが分かったのですから、どうかお引き取りを。おお、美味しそうなチェリーパイですな。私も一口いただいてよろしいですかな。あ、いや、それはちょっと。おお、どうかしましたか。いた。おお、大丈夫ですか、警官さん。貴様、何をする。そろそろパーティーは始まった。おお、いつの間に人が。あんた人間のくせに何をするわけ。お母さん。マモンさん、パイを投げるの。止めるんじゃないよ。こっちを使って。えいっ、なんで僕まで。やったわね。いつもこうなっちゃうんだろう。だから僕は魔法が嫌いなんだ。お掃除しましょう。私が。マモンさん。そうね、手でやるわ。非効率的だね。私だったら。お母さん。ふん、だってこの方が早いじゃないか。ああ、人のうちで寝てしまうなんて、私は何をしていたのかしら。やれやれ。横浜アリーナにお越しの皆さん、マモンさんよ、楽しんでますか。すごい盛り上がりね。ところで、私とダーリンのホームパーティーの様子いかがでしたか。パーティーはちょっと失敗しちゃったけど、私とダーリンの仲の良さが伝わったかしら。でもね、一つだけ困ったのは、せっかくパーティーで披露しようと思ってたダンスの練習ができなかったことなの。仕方ないから、ここで振り付けの先生を呼んで、みんなで一緒に練習しちゃいましょう。振り付けの先生はもちろんこの人よ。
魔法で呼ばれちゃったよ。楽屋で横割り君と遊んでたら面白いこと言うのね。ありがとう宮野さん。はい。私たちみんなにアップサイドダウンの振り付け教えてくれるかしら。